いや、もうすぐだね。何か？クリスマスイブ。クリスマスイブでいいと思うけど。何その溜め方。イブ。いや、皆さんクリスマスどうします？あ、ごめんごめん。うん、いや、何でも言わなくて。言わなくて。別に予定とかね。そういうプライベートの話は。うん、そういう年じゃねえから。そうね。もうそういう年じゃないんで、俺たちね。そういう年じゃねえんだよ。平日だからね。クリスマスは言えないな。あれそういう年じゃないやついる。さっきただの週末だーとか言った。何してんだ、何事すんな。なんでちょっと投げるな、上からガンガン投げる。ありがとう。か硬そうな。サンタ来たぞ。ほら痛えなこれ。あいつら何なんだ。ジェンがどんどん投げてくる。はい、こっち側に。お前も向こう側行かないんだね。いつもと違って。行かないよ、もうやんないやんない、あんなことは。大人ですから。大人になっちまったなぁ。さっき大人っぽくなかったのにな。本当だよ、ね、湧いてたのと一人だけ。はい、ということでクリスマスの夜でございますけども、はい、ファズモフィアまたですね。クリスマスの夜ではねえよ。違うの？違うんだ。クリスマスにあげるってことでしょ。明日あげんでしょ。多分20日に。明日あげるって言ったじゃん、さっき。おいやめろ。その日暮らしであげんな、お前ら。はい、ということで今回は何これは。ということで、なんか俺さ、すげえ久々の実況なんだよね、4人実況ね。だからちょっとふわふわしてるかもしれん。いや、うん、撮ったのは3日前の俺らと変わんない。じゃあ、顔合わせてやるのとディスコードで撮るのはまた別なのよ。でね、またハロウィンの時みたいな感じでイベントが入りまして、なんか家に6枚のクッキーがあって、それを集めて幽霊に食わせるとサンタの姿をした幽霊が出てくると、シャンシャンシャンと。で、まあ、それから逃げて、無事生還して、しかもその幽霊を特定すれば、まあ、トロフィーがもらえると。全部でね、7箇所回らなきゃいけないんだけど、俺も4箇所回ったので、あとね3箇所をちょっと今日ね手伝ってもらいたい、みんなに。やっぱ一人でやるのしんどいので。まあそうだろうね、うん、俺苦手なんでこういうゲーム。ガチさん一人じゃちょっとな。返せよ、うん、きついよな、ガチさん一人じゃ。返さないよ、これ俺のボールだもん。もう全然話聞いてないもん。俺のボールだから全然。返せって。いや、お前らもうトラベリングで。返してあげる。ドリブルしよう。はい。あ、そうだ。背中でドリブルしてる。返せよ。いや、取ってるやろ、お前。取ってない、俺持ってない。え？持ってるけど、俺からすると。え？俺からしたら、レッツさんが持ってるよ。何お前、お前何やってんの？今どっち持ってる？ガチさんから見たらどっち持ってるボール？キヨが持ってる。いや、持ってるよ。え？俺持ってないって。いや、怖い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 。本当に。え？俺持ってる、レッツさんが持ってるもん。持ってないよ。え、レッツさんが持ってるって。いや、持ってない。どっちが持ってる？いや、キヨが持ってるよ。いや、持ってないって。いや、持ってる。ボールと一体化してんじゃん。怖。ロックバスターみたいになってんじゃん。持ってる。それ俺からしたらレッサーがそうなってんだって。え？怖い怖い怖い。持ってないって。ガチャ始めようぜ。始めようか。持ってないって。怖い怖い。なんだもう怖いやん。おいでもこんなやつ置いてこうもう。持ってないって玉。持ってんじゃん。持ってないって。じゃあチェックを入れてもらって、左の画面左行ってもらって、ミッションセンター登録で、はい、赤いタグ貼ってある、上から上の段、左から2番目とか。ああ、この青い、はい、そこにチェック入れてください。はい、はい、お願いします。で、一応セミプロと当てなきゃいけないので、あ、スタンバイも入れてください。一応当てます。うん、難易度セミプロなんですよ今回。あ、それしかないんだ。うん、セミプロ自身しかやっちゃダメなんだらしくて。よかったら準備やりなかったけどね、うんうん、あれ、準備完了してないです。失礼します。ガイさん、あれタグ押すだけじゃないの？うん、スタンバイ、スタンバイ、はい、はい、行きましょう。レベルガチさん、何本今？150ぐらいじゃん？ 150 なんだ。うん、1000ね。下がったキモ、キモ、キモ、キモキモっていう準備してたじゃん、今、普通に。何持ってくんだっけ？そんなにやることあるか？いや、一番超えてるから。幽霊見つけんでしょ？まず幽霊見つけなきゃいけないんだけど、家の中にクッキーが6枚あるのよ。ここに出てる、マップの出てるけど、
クッキーは E ボタンで取れるんだけど、その皿、皿持ってかないで、それ。俺持ってないです。その皿やめて。それ今日大事な皿なんだよ。大事なんだ。そこにクッキー盛り付けるの。そうそうそう。これ。やめてやめてやめてもうやめてもう。割れないやつだ。もうダメだ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 。待って待って待って。皿のまま。やめ。割れちゃう割れちゃう割れちゃうもう大事ダメ触らないで触らないでわ触らないで。触れやあ、まあ、ここにクッキーがどんどんあの蓄積されていくので、まず幽霊の場所を特定しつつ、あの見かけたらクッキーも E ボタンで取ってください。はい、なるほど。まあそれ以外は普通の調査です。クッキー探しね。はい、まあセミプロなんでそんなにあの難しくないので、まあそうでしょうね。適当に、ね、適当にやっちゃいましょう。作業ですね。はい。まずクッキー探しと、そのクッキーを食わせる作業を手伝ってほしいです。ナイトメア経験者なんだからさ。そうですね。経験かつクリアしてんだから。ね。じゃあクッキーと寒い場所を探してください。はい。お願いします。よろしくお願いします。オッケーです。ちょっとは見た目がどんなんなの？なんか丸っこいなんだビスケットが挟まってるクッキーっていうのは、チョコチップってやつか。あった、うん、チョコチップクッキーみたいなのあったわ。あった見かけたら、そう俺も1個あったわ。それ取るだけでいい。あ、取るだけ大丈夫。勝手に皿に盛られてくの。そうそうそう、怖っ。ホントだ、戻ったら皿にもう盛られてるなので、どういうシステムとりあえず6枚見つけてくれれば大丈夫です。はいはーい、1個取りました。あ、ナイスです。あ、じゃああともう2個ぐらいか。そうだね。こんな簡単よ。いや簡単ね。子供じゃないんだから。いやまあ簡単な仕様になったんですよね。なめないでほしいわ。なったんだ仕様に。前ちょっとね、ハロウィンちょっと難しかったからね。え？そうだっけ？ああ、他の人には難しいんだね。あ、そうなんだ。なのでまあ少しね仕切りがね、そもそもセミプロだしね、難易度はね。ガイさんファズもさ。うん。もう俺ら広がるトークないって。そう。いやこれ毎回やってんだからこの話。ああいけますけどねっていうやつ。そう。何回やらせんのこれ。でさ、俺ずっとやってるじゃん。だからさ、うん、俺もあるかと思ったけど、俺もないんだよね。用意しとけなんか。それやってるやつほどないからな。ないんですけども。俺をレベル1000までやってるやつマジで強人だと思ってる。そこまで言う。そこまで言う。でもな。ガチさんが一番高いの周りの人の中でも。あ、全然。俺はまだ全然です。あ、ここだな。全然だ。全然です。全然です。全然ではなくない？と思うけどね。そうなの？ここです。ここです。ここ寒い。寒い？ここ寒いと思う。どこ？2階？うん。2階。あ、寒いこの部屋。ここですね。2階の、真ん中の部屋ですね。まあ、ここにじゃあここで当たりをつけて。じゃあ、木ってやつ。うん。当たりをつけて。の真ん中。そう、この部屋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 。ここにアイテム持ってきてください。はい、ついでにクッキーとかも見かけたらお願いします。クッキーも結構取ったんじゃない今ね。あと1枚足んない。クッキー、なるほど。まあいいや、あと1枚です。はい、ラブリーゴーストライターしときます。あ、お願いします。指紋ないかなこの感じ。まだない。なんか触んないとねダメなんだけど、セミプロの難易度だと結構ね干渉薄いんだよね。あ、そうなんだ。うん。あ、クッキーやった。ナイス。今一瞬ピーってなってことはクッキー揃ったのかな。揃ったかもしれない。今一瞬ピーって、あ、走ったね。ドットプロジェクターで走ったね今ね。走ったね。走ったね。見た？走ったね。は、見た。走ったわ。本当見た？本当見た。本当？じゃあ走ったよ。あ、今ね靴飛んだわ。あ、飛んだ。じゃあ EMF をその測ってみて、飛んだ靴に対して。チョコチップある。何持ってこっかな。おー、今走ったね。 EMF の話は分かんない。走ったかもしんない。カメラと EMF ね。今ちょっと俺スピリットボックス忙しいから。あー、じゃあスピリットボックスでもいいですよ。音がするね。こんにちは。じゃあ俺も指紋のやつ持ってこうかな、うん、ゴースト探してみるか。ゴースト、ハロー。あ、日本語で大丈夫だよ。ゴーストーってん？タイトルコールみたいになって今どこにいるんですか。あなたは誰ですか。神の句言って俺らが下の句言うみたいになって。ねえ。カメラどこに置こっかな。こんにちは。あ、じゃあ俺もなんかグッズ持ってこようかな。なんかグッズっていうのよ。商売道具だこれ。
グッズって。グッズ持ってくるわ。これ本当にこう新グッズ持ってきて。カメラ。本当にカメラどうやって置くんだっけ。三脚がない場合は AF かな、ね、F かな。F はフラッシュライトじゃないの。あ、そうだ T。ライトは。マジ？あ、本当だ。あ、レッドさん今扉触ったと思うので。本当だ本当だ。いろいろ増えてんだな。扉多分触ったので。やってみる？あの扉に EMF とあと赤外あのなんだっけ UV ライト当ててもらっていい？UV ライト当ててる。うん。はいはい。そうすると指紋が出てるかどうか分かると思うので。出てないっすね。あ、出てない。あ、本当。あ、結構産地減ってんな。めっちゃ調べてんな。こういう感じで置くか。本当だ。なんでガチさんだけ産地100なの？今俺が薬飲んだから。あ、みんなに黙って。うわ、ずるじゃん。言わなかったんだ。言わなかった。太鼓アイテム独り占めだ。そういうこと。そういうことだ。だからいつも俺は生き残ってるんだよ。だよ。みんなズルをしてるからね。なことないけどね。どうだい？ズルだ。はいはい。EMF ってのが何なのか覚えてないですか？このピーってやつでしょ。ピーってやつ。なった？あ、喋ったね。喋った。なんだっけ？え？スピリットボックスお前その床のやつ拾おうとしてんの。なんか落として拾えなくなっちゃった。しゃがったらさ、しゃがめば、しゃがめば拾える。しゃがむのないボタンか。なんか薬さ、使ったらなんか捨てるようになってない？あ、そう、うん、変わった。そうだよ、それでも空のやつだよ、それ。あ、俺空の、あ、空のやつをすごい、うん、顔近づけてたわ。はい、あと、あのね、食べようとしてんのかと思った。書いてる、本書いてる。すごい顔近づけてた。本書いてる、本書いてる、喋ってる。やっぱりね。で、今回で喋ってる。で、ドットプロジェクターに映ってます。で、プロジェクターに映ってるよ。はい、これで特定です。特定です、これで。ドットプロジェクターのライティングのスピリットボックス。デオヘンですね。はい、何それ？あ、デオヘン。デオヘン面白いよ。あのね、足がめちゃくちゃ遅いの。とにかく足が遅いんだけど、あの、隠れられないの。絶対に追って、あの、来るの、こっちに。だから本当だ、走り回って逃げるしかないんだけど、ここの家は逃げにくいので、ちょっと怖いです、デオヘン。近くなったらこっちが移動速度遅くなるんだ。ブックの出し方もいつも忘れんだよな。J です。J。これ、デオヘンちょっとやべえな。で、あ、これね、証拠のとこね、タブの。こちらを見失うと高速度移動して、見つけると超遅くなるっていう意味わかんない幽霊なんですけど、まあ、とにかく、ロッカーとかに隠れても無駄なので、走り回るしかないんだけど、このマップの、走れないのに、このマップは、あ、でもね、あの、歩いて逃げれる距離、速度、マジで、マジで遅い。そんな遅いんだ。ただここぐるぐる回るところがないので死ぬかも、はいはいはい、もしかしたらロビーで回るしかないかもしれない。クッ、あ、で、クッキーは、本当だ、クッキーだ。あ、で、レトルトさん、そうなんですよ、そいつを持って、今度はそいつを持ってさっきの部屋、はい、行ってらっしゃい、さっきの部屋に行くんですよ。行って、くな、の、たぶん、いや、いや、いや、いいよ、あげるよ。持ってけ、サラドロボ。手に持ってもらって、行ってくれ、サラドロボ。サラドロボ。これをどうすんの、投げんの？いや、それやってんのよ。そこで待っててほしいな。待ってろって。待ってるって。現場で？現場で、うん、俺見てるからさ。現場なんだ。で、俺は生き残れるよね、それ。いや、もちろん走って、まあ、動けばね、逃げれるって。そう、逃げる、走って逃げれば全然大丈夫。足、この部屋、足遅いんです、その感じ、本当に。ほうほう。中でさ、うん。いや、中で見つかったら終わりだけどね。まあまあまあ、なんか、あのね、あ、なんか今映った。デオヘンが来るときは、あの、今回の場合は、あの、全般的に一回ブラックアウトするの。あの、ま、全部が。俺らも全員で、あ、俺らもなんだ。そう、で、あ、来た、で、なんだこれ。で、に、はい、逃げて、レトルトさん、面白い、逃げて、逃げて、逃げろって。行った、あ、今行ったな、追いかけてた。ここどこ、ここどこ、ここどこ、面白い。あー、なんで、俺、ガッツさん、やったな、早いな、ガッツさん、やられてんじゃん。デオヘン、デオヘンだ、デオヘンだった。デオヘン、なになに、何がリアクションで使う、どういうこと。で、リアクションやめろ。いや、デオヘンあったわ。デオヘンあった。でね、急に雪になってるんですよ、このあれになると。はあ、はあ、ほんとだ。雪降ってメリークリスマスみたいな感じですね。クリスマスだ。いや、俺デオヘンのスペシャルムービー見れたよ。でもあれでしょ、サンタさんだったでしょ、シャンシャン言いながら。いや、デオヘンだった。いや、いや
はい、ということで、皆さんデオヘンにチェック入れてください。ほんとだー、これ好きだー。これ多分逃げれなかったらダメなのかな。好きが青いんだなー、うん、デオヘン。あ、ほんとだ、青い。うわっ、ね、じゃあ帰ろっか。帰るか。はい、そうねー。はい、帰ろう。よし、帰るか。帰るか。デオヘン、オッケー。帰りますかと。はい、はい、帰りますかと。帰りましょう。お疲れ様でした。お疲れー。お疲れー。言葉とかないの。デオヘンに会ったんだよ、俺。全員いるよなー。全員いる。いたんだ。はい、はい、お疲れ、任務完了。簡単だな、さすがに。お疲れ。出た、やけくそ。あ、すごい、なんかちょっと変わってる。たまに出る。あ、すごい。調子も。本当だ、かっこよくなってる、なんか。前より良くなってるんですね。かっこいい。助産師死亡。ああ、正解になってますね。アンロックした。なるほどな。一応今、レトルトさんの犠牲により、あの達成です、今のは。大丈夫ですか。はい、はいはい、まあ、次は私も現場に出ましょう。いい、あ、さすがレトルトさんですね。いい、じゃ あと2カ所なので、またちょっとお付き合いいただこうかな。はい、いいってことか。ありがとうございます。本当男らしいな。何も言ってないけど、ね、何も言ってないよ、男らしい。よし、じゃあ行きましょう。はい、次は50レベル。次は下の段の左から2番目入れてください。下の段、うん、あ、チェック、はい、もしあったら、はいはい、うん、やつね、さあ入れてください、はいはい、ありがとうございます。スタンバイ、ね、ありがとうございます。3倍です、はい、スタンバイ。うわー、もう早い早い、もう本当に動きも判断も早い。いや、そりゃそうだ、全てにもやってからね。さすが調査員、素晴らしい。俺もやっぱ巻きたいから死んでみたとこあるよ、うん、確かに。今、はい、今、ね、早かったもんね。さすがだわ。いや、実はですね、あの、なかなか幽霊クッキー食ってくんないですよ、本当は。今早かった、爆速だったね。そうなんだ。うん、だからやっぱりレトルトさんだったんですよね。工夫が、工夫したのよ、俺も。試させ方がうまい、ね、いい見せ方したんだろうね。やっぱ違う、の動かし方みたいな。ああ、魚が食いつくよね。ああ、なるほどね。もう生きてるように見えたわけだ、クッキーが。そういうことだ。さあ、行きましょう、次です。はい、なるほど、なるほど。はいはい。うわ、雪降ってんだ、ね、火山灰が降ってる。あ、もう、火山灰言うな。もう、最初から雪で、ちょっと綺麗になったでしょ、これ。前、ま、あの、家のさ、この、入り口とかも真っ暗だったんだけど、こういうランタンがつくようになったのね、うん、これね。はい、ちょっとずつアップデートで綺麗にはなってるんで、このゲーム、本当に。あ、そうなんだ。進化してるわけだ。そう。まだね、早期アクセス中ですからね、これね。怖っ。そういうゲームいっぱいあるからだ。いつまでだよ。もう2年ぐらいで、ね、かけてるみたいになってる。うん。前俺もクッキー探すんだよね。あ、そう、クッキーで、クッキーね、探すコツとしては ね、あの、暗闇でも光るんですよ、はい、実はクッキー無駄に。え、そうなの。うん、あ、なのでちょっと蛍光塗料混ぜてんだ。なんかちょっと光るのよ。なので、見つからないときはそれをやってもらってもいいかもしれない。体に悪そうだな。そうね、練り込んでんだよ、生地に蛍光塗料。確実に悪いね。何それ、食べた、なんだ、食ったの、今食った。これ外か。あ、トイレにはないそうです、そういえば、トイレにはクッキーは存在しないそうなので。そういうとこちゃんとしてんだね、やっぱちょっと、ね、やっぱちょっとその辺はね、便所クッキー確か。なんか言い方がな、もうよいしょ。ないな、ちょっとこの辺寒いけど。あれ、ないな。6個ある、あるはずです。1個食った、1個食った、1個、もう食っちゃった。んないなぁ。あ、ないね。見当たんない。俺が行ったとこに見当たらない気がする。なんかこの辺ずっと寒い。え、見つけるのうまいな。あ、ここにあるでしょ。え、どう、ちゃんとして、ちゃんと調べた。あるじゃん、ここに。ほんとだ。え、置いた、置いてない。置けないと。朝の回ったとこあるよ。ほんとだ。あ、ほんとだ。あ、ありました。じゃあ1個取ります。素晴らしい。あ、ここトイレか。あ、誰だ、見つけてないやつは。これしゃがまなきゃいけないのか。あれだ。あ、オッケー。はい、 C で取れます。よいしょ。あれ、なんか温度が。いや、まだ足りない気がすんの。あと1個じゃん。あ、氷点下だ。まあそのうち手に入るでしょ。マジ、あ、もう氷点下。氷点下ある。入り口氷点下ですね。早っ。はい、入り口1階ってこと。1階だと思う、多分このロビーのとこだと思う。そうなんだ。じゃあ、空気あった。ナイス。あ、いいね。あ、すごいぜ。さすがレトロさん。じゃあもう1階でいいんだ。1階でいいと思う。あ、でもクッキーが全部あれば、ちょっと見て。クッキーを探さなきゃいけないと思う、ね。クッキーはあと1枚ある。あと1枚。あと1枚お願いします。牛、何枚見つけた？ね、何枚だったっけな。1、2、3、4、5。結構。あ、ありました、ラストクッキー。ラストクッキー。ありがとうございます。あ、やんじゃん。お母さんと牛見つけてね。OK、取りましたー。十字架がね、範囲が見えるようになってさ、実は。そう。
すごい、すごいんですよ。十字架を置くときに。もうすぐ切り替えてるから、もう次の仕事に。切り替えが早いのよ。すいません。頼むよ、ほんと。頼むよ。1階に降りればいいんだもんね。そうですね。1階のこの辺。あ、確かに寒い。ここ氷点下なはずなので、ここでちょっとやりましょう。はーい。ほんとだ。待って、ちょっと見る。ゴーストオーブ。確認します。あ、投げちゃった。どの辺が氷点下なんだろう。こっちの部屋も入ってるかな。どうかな。7度、4.2度。そっちは暖かいでしょ。この入り口はまだ暖かくか。あー、1度だね。でも1度にはなるけど氷点下。あ、ならん。この辺だ。氷点下まではいかない。これまだ見れてない。あ、待って、あ、0.2 度までいった。あ、じゃあそう、うん、ここあの、うん、ここでじっと待ってみて。はい、こんにちは。あれでも話しかけてる。あれ、さっき氷点下だったんだけどちょっと違う気がするね。なんか違う部屋なのか。あ、でもこっち全然暖かいな。あ、こっち暖かいね。ああ、さっきここで開けてるから寒いとかじゃないよ。単純に、まあ、雪降ってるしね。雪降ってんだからただの外気っていう。あれ、なんか今 上から暖かいな。上からなんか缶が落ちてきた。あ、なんか落ちてきたね。もしかして上なのかこれ。え、嘘。あ、缶上に吊るしてあったもんだ。え、外気か。あ、ここだ。2階。あ、この辺の方が氷点下だ。うん、2階上がったとこ。めっちゃ寒い、めっちゃ寒い。あ、上から寒い、この辺。あ、じゃああれ持ってこよう。うん、持ってこよう。結局俺にずっと助けられてんじゃん。まあ、あ、もう氷点下だ。十字架の範囲が見えるようになってさ、怪しいな、ね、怪しいな、まあ、やれやレベル上がるからね。別にやれや上がっていくもんだもん。確かにね、それはね、やってるだけでいいんだもんな、ね、落ちりやすいんですよね。こう最初ね、幽霊って動くんですよ。動いてるんですよ。最初下にいたの幽霊が、うん、ビビって上に上がってったわけです。そうですね。こんにちは。そう、みんなね、間違いやすいんですよ、そのこと。うん、しょうがない、しょうがない。誰と喋ってんだよ、誰と喋ってんだよ、この人。あ、初期度結構落ちてるから、今なんか食って。ピカってなんかなって。本当だ、ちょっと落ちてる。確かに。ピカってだった？あ、そう。食いますか。食って、ちょっとやばいかも。セミプロとはいえ一応氷点下なので、あれ、デーモンとかの可能性もあるんで。なのか。うん、なんか食ったら投げ捨てるよね。そうそうそう、ま、毎年塩が少し、塩が少し変わったっぽい、ね、薬莢みたいに飛び出してくる、うん、毎年塩がちょっと変更になったみたいで。あ、動いてる動いてる、投げ捨てる。とりあえず今は氷点下のみ、うん、氷点下のみだね。あ、あ、ライティング書いてる。あ、来た。うん、いつも役に立つなぁ。書くね。これでもう残り4択だ。4択になったの早いね。4択ですね。氷点下、ライティング。モーロイってなんだ。レブナントシェードデーモンモーロイだね。はい、モーロイ。モーロイ。モーロイはね、スピリットボックスで、あの、話しかけた時に確率で呪われる。で呪われると、じゃあやだな。何しててもずっと産地が減り続けるの。解除する方法は薬を飲むことだけど、もう飲んじゃったから。もうろい。もしくは距離を取るって書いてる。あ、まあ、確か、ここにいれば大丈夫だけどね。そうか、近くにいる限り、ね、現場にいる限りどんどん下がるんだったっけ。まあまあまあ。へ、じゃあ、どうしよっかな。あとは何があればいいかな。レブナントの場合は、はい、うーん、オーブか。オーブね、オーブカメラはあるけど、モードの場合はスピリットボックス、はい、シェードはデーモンは指紋、うん、だね。だからもうドットとかはいらないのかな。ドットプロジェクトはいらない。指紋とオーブと、レベル5と、今んとこ映りそうじゃないけどな。じゃあスピボー一回やってきた方がいいかもしれんな。スピボーやってくるか。まあ、モードがあるからやってくるわ。モーロイがスピボー、うん、呪われちゃうかもしんない。デーモンがシモン、レブナントはゴーストオーブか。オーブでな、うん、オーブなさそうだったけどな。シモン見て、俺もシモン探すか、うん、シモン見て。じゃあ多分この辺だとあれだよね、このドアとか窓につくかも。ドアと窓、うん、ちょっともう、あれ電気消しちゃうよ。アピールしてくださーい。あ、来た、喋ってる。こんにちは。喋ってた今。
赤ちゃんが喋ってる。あー、アピールしてください。一人じゃなきゃダメかな。あー、なるほど。まあどうだろうね。でも集団にみんないるんだもんね。カッてしたな。もうあります。え、カメラって設置してんだもんね。あるよ。ないよね、うん、この部屋除外撮ってる感じしないな。確かに。あ、本当しないよね。オーブあんまり。どこまでなんだろう範囲。あ、こっちまでなんだ。あ、こっちの方のカメラってある。ん、そっちの方、こっちのガチさんのこっちまでなんだっていう方が映ってる。あ、映ってる。あ、そっちの廊下のそっちか。そう、部屋の奥はないかもね。そうね。ちょっと待って、あ、なんかちょっと待って、一回電気つけるわ。ここかな。私もない気がするな。まあ、触ってないからね、多分。まだ触ってないのか。うん、触らせないと。あ、ちょっとここカメラ持ってくるわ。ああ、やっぱあと一回見つかんないな。どれどれ、なんかしてた。なんか投げしてたの。ないこれ、これカメラいない。いや、あの三脚だ、三脚だ、三脚壊すなよ商売道具壊すな商売道具指紋ねえのか。ない。指紋もなかったんでしょ。今ずっと探してたもんね。マジでない。2人で見て、まあでも触ってないらしいから。そうだね、ガチャ、ガチャとかドンとか言わないと、うんうん、そういうタイミングじゃないだけかもしれないってことね。なんか変わったんだな、そこ。そう、まあまあね。レベル5も反応してないんだもんね。まあね、触ってないからね。まあ、ライト。うん、今俺がアピールしてください。こんにちは。あ、来ないな。光がオーブに一瞬見えるんだよな。あー、光ってるからね。なんかオーブっぽいもの。こんにちは。アピールしてください。左のやつとか違う。アピールしてください。もうずっと映ってる感じのは違うんだ。ガイさん、カメラ設置した。したよ、反対側も。廊下の奥の方まで。あ、え、でもこれじゃないの。2個あるよ。2個あって。あ、これはね、もともと設置されてたやつだわ。2個あって、お、奥のやつと手前のやつあると思うけど。これで1回電気つけるよ。キーボード、これマウスでカメラ切り替え。これとマウスを、うん、そうそうそう、マウスをクリックすると変わる。あ、はいはい。別のカメラに。全然アピール、全然アピールしないじゃん。全然アピールせんじゃん。デーモンは襲ってくるって書いてある。そう、デーモンはあのもう十字架が折れててもおかしくないのよ。で、十字架今のところ無傷なので。なるほど。じゃあもう違います。オーブないスピリットボックスもない。で、プロジェクターは今回ないので。オーブないんだもんね、間違いなく、うん、そう、ない。まあ見当たらなかったので。じゃあこれはシェってことか。じゃあこれをシェードとして考えて、ね、はい。じゃあクッキーの出番です、うん、またクッキーは。クッキーあります。クッキー持っていこうか。じゃあ俺も死んでもいいやつも。オシャムシェード。一緒に、誰か一緒に経験するよ、誰か。一応スマッチ持ってきてるから。スマッチスティックとライター持って、スマッチスティック右クリックでつければ一応一瞬だけ幽霊をこうこちらを見失ってくれるので逃げやすくなります。はいはい。クッキーおじさん、クッキーおじさん行きます。誰か一緒に。クッキーおじさん行かない。みんな行ってるよ。みんな行く。みんな一緒に、うん、一緒にやろうか。ああ、ちなみに俺ライト持ってないから俺は逃げれなくて、うん、真っ暗で。なんで閉じたの。なんで閉じたの。はい、誰か開けろ。クッキーおじさんだよ。おじさん誰も見られてない。あれ、俺だけ俺だけ俺だけ。扉開かないんだよね。しょうがないな。どういうこと。扉が開かなかった。こんにちは。いや、怖いからさ。クッキーおじさんだよ。何閉めたい。あ、いる。クッキーおじさん。始まり。ここが一応現場のはずなんだけど。今日のクッキーおじさんだ。あ、水、ちょ待って、水出てない、そこは。え、水出てるでしょ。水、うん、水の音はするね。あ、確かにシャーって言ってるの、これ水。あ、こっちの部屋も、あ、これ水なんだ。確かに錆びた水。こっちの部屋も反応あんのかな。いや、でも氷点下ではないんだけど、ね、あ、ないか。じゃあ単純にあれか、向こうのやつが干渉してるわけだから、うん、おーい、おーい、シェード出てこい。シェード、シャムシェード、クッキー持ってきたぞ。やっぱ俺クッキー下手なのかな、俺渡すの。クッキー食べよう、みんなで。母さん、クッキー下手だね。下手。ちょっとじゃあ頼むわ。
温めてきた。ちょっとやっぱ匂いとかね、立たせようとか、ね、確かにそうだよ。ダメなんだよ、足んないのか。そういうの大事だぜ。ちょっと彩りでこのわあ、引けた引けた。ほら、ああ飾り付けね。あ、確かに確かに。ああいいいいいいよこれ。これ来るんじゃない？来るかな。香り付けもしてる。ね、クッキーの香りじゃなくて煙になっちゃってるけど。あれ来ないね。焼きたての感じ演出できてるわ。これみんないるから来ないとかある？あ、可能性はあるね。そうね。シャムシェード。シャムシェードは恥ずかしがり屋だから。ね、恥ずかしがり屋の性格だからね。氷点下ここだもんね。じゃあ一人残すかな。まあしょうがねえな。一応ね、現場を抑えたいのでね、やろうか。じゃあワチさん一人で。はい。あー、ギー上がってます。しょうがねえ、任せるか。シャムシェード頼むわ。ちょっとこの時間がマジで順調な感じ。ルロケンのエンディングで。そうね、でも今は4分の1だけど。そうなの、人数的にね。ああそういうことね。ああそういうことね。そんなにシャムシェードの事情じゃない。ああ、めしまった。ブレが落ち、今あのシャムシェードの事情じゃなくて、人数が今4人だったからガチさん1人になって4分の1で。ああ、なるほどなるほどなるほどね。説明は、つまりどういうことだ。だから今4人いたら4分の4とか上に1回残っちゃう。はい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 。だけどガチさん1人になることによって4分の1で、ガチさんが順調な感情でやってもらえれば4分の1の順調な感情で。そこまで言う。わかりました。ちょっと もう一回言ってもらえばわかると思う。わかんないのかい。だから4分の4だったじゃん。2回に届けばもう人もいるから。やめろ、シャブの話すんな。シャブ、うん、だからシャブの話はしてないの。4分の4だったけど。シャブシェイド俺ひどいね。なんかすごい悪口みたいになってる。すごい悪口なんだよそれで。4分の3がいなくなることによって4分の1になると。はいはい。そこで、あーやばい。タイミングなんか起きたな。サンタ出てきた。あ、起きたね。来たってこと？大丈夫かさ。てるてる、ザーザーなってる。あ、ま、マジで見えない、マジで見えない。いいよ、ガチさん、そういうのは。マジで見えない。あ、ガチさん、今どこだ？あのカメラだと。あ、サンタいた。マジで。ガチさんカメラがないかな。なんか今聞いてたもん。あ、サンタいたわ。あれ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 、サンタいたわ。ガチさん、どこにいんの？ん？ガチさん？ああ、今帰るわ。死んだな。いや嘘でしょ。死んだ、回してるんだよ。まさか。いやー、サンタにガチさんだけサンチがハテナになってんだから死んでるだろ。いる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 、全然いる全然いる。ほら今もういるから中に。お父ちゃん迎えに行くか。いいいいいい、いるからいるから。どこ行ったんだろうね。全員死ぬ気。クッキーは食べたの？クッキー食べた。食いついたってこと？待って待って、これ見て、これこれ見て、俺いるから。あー、なんか投げてきた。ほら、お、なんだ、お、なんだ、俺いるから。ほら、お、すごい、緊急だ。いるでしょ。すげえ。いるいるいる。勝手に動いてる。勝手じゃない。こんなのあるんだ、イベント。カンガ、ほら、うわうわ、なんだ、いるって。だから連続イベント。ほら見て見て、ほらほら。え、なんか何いるでしょ。俺いるでしょ。ガチさん、これ何なの。え、俺どこにあんの？私どこ行ったの？え、いるってない。ほらほら、これほら。うわ！あ、本まで出てきた。すごい。なんで？まあ、もう帰ろっか。帰ろっか。うん、もうこれ以上ないわ。結局ガチさんでもやられはするんだね。あのね、まあね、前が見えないのよ。クッキー持っててライト持ってなかったから。じゃあ、だってアイテムスマッチスティックとライター持ってたから。あと1枠も、そう、まあ死んでもいいかなと思ったら本当に死んじゃった。シェードでいいのかな。はい、多分シェードだと思う。うん、さすがにデーモンだったらもっと早く落ちてくるもので、じゃあやっちゃって。死んでもなんかあれだな、画面くっきり映るようになったんだな、割と。じゃあ帰りますか。帰りましょうか。結局全員無事で帰れただけだ。そうですね。そういうこと、そういうことになりますね。意思の疎通できたし。サンタ全然映んなかった、暗くて。ジャム製造の事情も分かったしね。ね、当たってまーす。あ、当たった。当たった、当たってる。わー、やったー。簡単だね、なんか。簡単でしょ？だよ。ずっと、うん。まあ、誰も知らないしね。簡単じゃん。うん、誰も知らないしね。はぁ、あ。言いようがないんだな、でももう。これ、ね、あと1マップなんで。はい。どれ？あ、違うっすね。今、失敗してるね。え？
違う違う違う、みんなは成功してない、俺が死んだから失敗してんのかこれ。あ、そうだね。あーあーあー、じゃ あ、 あ、 なるほど。あ、じゃあラスト1マップいきましょう。さっきのいいや、はい、なかった脳幹にして。じゃあ真ん中のそうか、ガチさんが死んだら成功してないってなっちゃうの。なっちゃうみたいな。そうか、ガチさん画面では成功してないが残っちゃう、ね。あ、これじゃ あ、 あれ、ね、クッキー持つ人は本当損ですね。じゃあガチさんを生かさせないとダメなんだ、成功の画面見せれないんだ。なるほどね。まあいや、さっき成功してるから全然いいので、まあ問題ない問題ない。うん、でもラスト1行きましょう。はい、ここ、はいはい、はい、スタンバイ OK。 あ、スタンバイね。うん、スタンバイ OK。 スタンバイ、スタンバイ OK。 スタンバイ、スタンバイ。やめ、どうしたの、やめろ早口で言っただけじゃん、ちょっと。いきまーす。あ、今度は単独行動のみって書いてあるね。そっか、セミプロだから書いてあるんだ。あ、本当だ。反応対象書いてんだね。だから、そうなの。だから一人じゃないと、うん、あの幽霊は動いてくれなかったわけだよね。まあ今のしかもシェードだったしね。そうね。そうね。うん、なおさらそうだったね。うん、まあでも当たってるからいいとしましょう。はい。はい、次々、次々。当てたからね。うん、うん。ちょっと明るいな。お、あ、夕暮れだ。あの、新しく追加になったナイトですね。まだあっちの方は明るい。ね。夕日。夕日。いろんなアップデが入ってんだな。そう。綺麗だな。なんか大曲がときだよね、夕方って。いわゆ る、 る、一番幽霊が出現する時間は実は夕方なんだよね。あ、深夜とかじゃないんだ。そう、あの世とこの世の境目がこの夕方なんで、実は幽霊が出るのって夕方だ。から夕鬼だよね、いわゆる。詳しい。すげえ、まあ、幽霊博士じゃん。そんなゲームばっかやってるからね、もう13年ぐらいね。頭もおかしくな、そういう知識もついてる。おかしくなってきますよ。13年、うん、13年そういうゲームやってる。うん、やべえな、やべえやつだな。やべえやつ、うん、やべえやつだな。クッキー拾ってください。お願いします。怖っ。うん、はい。切り替え早っ。クッキー拾ってください。大曲がときおじさんでもありますし。もう何でもおじさんつければありでね。お、クッキーやんじゃん。あ、やっとうしがクッキー取った。初めてのクッキーだ。いやいや、ずっと拾ってるよ。ずっと拾ってるからね。初クッキーか。あ、クッキーありました。最初のマップで半分ぐらい拾ってんだから。ほんと？そうよ。あ、また拾っちゃった。あら、ほんと？あらららららら。あらららら。あらららそぶれ。ここいっぱいいんな、ガレージ。ガレージ人いっぱいいんな。うん、俺は一応温度もね。うん、これは何、地下とこの階だっけ？あー、上の階もあるよ。あ、上あるか。うん、はいはい。上行きます。あー、夕方いいな、これな。あ、地下もあったんだ。お、なんかピアノ弾いてる。なんか音するの？すげえ、ピアノ弾けんの？もう弾けるよ。なんか音するよ。ほんとだ。お、またした。なんか、ピアノ？ピアノ音する。すごい連弾してる。うるせえ。あ、クッキーミッキー。はい、黙々とやってるやつがいる。はい。あ、ごめんなさい、淡々とちゃんとやってましたわ。さてと、さてやりましょうか。ああ、階段そこか。これクッキーこれでなんぼだ？なんぼだろうね。これ1個見っけたけど。これも1個見っけて。これも2個かな。あと1個。あれ揃ってるじゃん。いったか？今のところ4個だよ。あ、あった。ナイス。5個目。何個あるんだっけ？6。じゃあもう揃ったんじゃないの？牛何個？3つ。なんか今ドサって言ったけど、なんか誰か。何もしてないです。あ、クッキー6個あります。あ、OK です。はい。今の音どこだ？あとは場所を探したいんだよね。うん、あと寒いとこね、うん、じゃあ。今ドサってなんか物落ちた音したな。あ、そう。どこだ？寒いとこ、寒いとこ。どこだ？幽霊は干渉したらね、それでかい音を出したりとかね、するしね。うん。でもなんか幽霊が自分になんかさ、うん、深夜とかその、はいはい、夜中2時とかに近づいた時、大きい声とか大きい音を出すと幽霊逃げてくっていうよね。なんでビビりなの？らしいよ、なんか。え、そうなんだ。うん。叫んだ方がいいってこと？そう。怖っ。いろんな意味で怖っ。あのさ、本当にさ、リアルな話してもいい？いや、ダメ。うん、ごめん、やめとくわ、じゃあ。また来年。年一なんだ、チャンス。年一だったんだ。またチャンス。年一のやつ断り続けたらどうなっちゃうんだ。何年も言い続けるよ。来年、あ、あれ、ここもしかして現場って、また入り口付近？ガイさん、今視聴者気になってるよ。気になってる？うん、じゃあ気になっててもらおうか。
そうだね。うん。うん、でも決まっちゃったからね、ルールで。しょうがないね。って仕方ない。また来年言って。あっ。忘れてんだろうな。ああ。ちょっと寒かった。なんか一瞬寒い時あった。一階の方が良さそうだね。なんか違うね。どの辺だ。なんかね、どんどんこの温度計の性能がクソになってくんだよね、アップデートすればするほどね。あ、そうなんだ。難易度上げてるってこと。そうだね、昔強すぎちゃったのがあって少しずつ落としてる感じ。なんか1階のこのダイニングテーブルあたり寒くない？寒い気がする。この辺近い気がするね。どこだろうね。あー、確かに6度7度ぐらいだ。なんかちょっとこの辺怪しいね。怪しい。まあ現場はキッチン行ってみるか。あ、キッチンになったら途端にあったかいな。うん、この辺なのかな。じゃあしゃがんで地面をやるとある程度、はい、あのちょっと待ってみると正確な温度が出るかも、はい、ほうほう、うん、こんにちは。もう電気ついてるよ。あと単独で、はい怒られてやんの。なんか物を拾うとき画面の中心分かりづらいよな。丸い点がわずかに、そうそう、来年でも見えないんだけ ど、ね、そうなんだよね。ライト消さないと、ね、あった、そう、その辺だね、ゴドだ、ゴドだね。最低5度になりました。ライト消せばわかるな。そう、消して。テショクも落ちてる。あ、落ちてる。あ、じゃあそこだ。うん、多く落としたんだな、あいつが。どこで、キッチン？あ、違う、ダイニングテーブル。じゃあほぼここだね。はい、ここにこれ置いて、なんか温度が微妙に下がりきらないね。下がりきらない。そうだね、下がりきらないわ。最近そうなんだ、うん、夕方の難易度ってもね、これもうなんか違うのかな。うわ、もう結構減ってる。夕方の難易度なんだ。難易度みんな 60% とか切ってる。気温がちょっと高、あ、飲んでとかね、気温がちょっと高いのかもしれない。夕方なんか決まってるんだよね、その18度とか。なんかだから少しちょっとやりづらいのかもね。おはようございます。ゴーストタウンじゃん、ここもう誰も住んでないよね。全然住んでないのこんなにいいとこなのにねみんな旅行中なんだよ。あ、レトドさん、レトドさん電気ついてる。うちだけ残されてんだ。電気消さないと反応しないかも。誰、え、誰、あそこの、あそこの電気も、あのこんにちは、スタンドライトも、あと2人だとダメだと思う。あ、じゃあカメラ置きたくてさ。あ、はいはい、来てこないでよ、もう。やってみてください。よいしょ、よいしょ。見えないな。こんにちは、おはようございます。うん、1個置いた適当なとこに。三脚じゃないけど。ゆれさん、返事してください。アピールしてくださいって。アピールしてください。バツって出る？これか。あ、そっか、暗いから出ない、はいはい、バツも出ない。こんにちは、アピールしてください。バツも出ない。バツ出ないです。あれ、じゃあおかしい。アピールしてください。もしかしたらあのマイクが死んでるかもね、江戸さんの。え、なるほど、設定がね。うん、あー、指紋もまだ、そっか、動いてる。あ、喋った。喋った。え、あ、そう、今喋った。ほう、喋りました。あ、俺電気ついてても喋るやん、これ。どういう仕様だ。確かに電気もついてるもんね。あ、なんか、ね、電気消えてないで喋るっていう仕様はどこ行っちゃったんだろうな。今喋ったね。うん、なくなったんだね。じゃスピリットボックスだね。へい、はい、ほう、スピーボー、こんにちは、アピール。あ、勝手に喋ってる。年齢聞いてないで喋ってきた。俺今20歳。上がりなんじゃないの。今23とか。23なわけあるかって。何してる。ためじゃん、ためじゃん。何、ためじゃん。え、偶然、どこ中。怖い。まだ広まってる。久々ってのはあるかもな。そうね。あー、ライティング書いてます。うわー、幽霊の近くに。あー、ライティング書いてます。最近実況個人も撮ってないらしいから。1週間撮ってなかったからね。あとはすげー、5択になりましたね。5択ですかね。はい、でも氷点下ないから、ね、氷点下消したら4択じゃない。そうだね、氷点下ない。確かに。そう、ナイトメアじゃないので消せます。スピリット、ガイスト、メア、テオヘ。ナイトメアが残ってんのか。じゃあちょっと落ちてるやつ。ライティングもあったんだよね。ライティングあった。じゃあ、オーブとか見ちゃえばいいわから、オーブとか見ちゃおうか。オーブなんかあった感じしなかったんだよな、うん、オーブもう見渡してみちゃうよ。
あ、それでもうそっか、すげえ。うん、今便利だよね。ここ一応見渡しで見ることができて。おお。さすが1150レベル。キモいよねー。やば。やばい。キモいって。それほどね、このゲームを愛してるってことでしょ。お前気持ち出たな、初めて。なんかね。あー。悪くないよ。暇だなって思うだけで。あー、悪口。悪口だね、ナチュラルに悪口があるってことは。あとは何探せばいい？指紋とかだね。 EMF もまあだけど今見てても指紋が見てないっすね、まだあんのかな。あんのかな。指紋部隊行ってください。はい、指紋部隊。オーブなくないっすか。オーブなさそうっすね。ってなったら3択になるね。さすがにゴーストブこれで見てない。あ、走った今。あ、なんか今走ったね。走ったね。走った。あ、あった。走ったわ。終わったじゃん。ドッツプーじゃん。あ、またデオヘン。デオヘンだ。あ、デオヘンだったら今度こそここだったらプロジェクターデオヘン。逃げれる？逃げれる、ここだった。え、で、ここのね、ここ回ってればいい。はあ。ここ。ほうほうほう。だからみんなでやろうか。暗くても回り続けれてんだ。そうだね、だから暗いからこういうなんか光るものを置いとけば、はいはいはい、ライトとか置いたりね。そう、みんなでやろっか、今度は。ねえ、何したらいい？デオヘンと追いかけっこしようか。じゃあ、誰かクッキーを持ってきてもらう。持ってきましょうか、うん。まあ、みんなライトつけててもいいよ、普通に。はあはあ。じゃあライト持ちで。どうせ、なんだろうかな。ああ、デオヘンライト、どうせ隠れらんないからこいつ。はいはい。なのでなんか音がする。よいしょ。一応ね、部屋の電気が落ちたとしても見えるように。ここ回ってればいいのね。うん、ここ回ってればいい。ここみんなで回ってればいい。ここ、はいはい、そう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 。クッキーまで椅子足りてるけどな。デオヘンね。じゃあ出てくるの待ちましょう。俺のクッキー返せよ。やだよこれ、俺がもらったんだもん全部。おい、ブッツあんだが1個いいだろ。ブッツじゃないよ、1個にくっついてんだよ、そう見えて。これ何これ、ドラクエのパーティーみたいになってる。一応さっき床に置いといても、食ったから別にテーブルの真ん中に置いても大丈夫は大丈夫よ。あ、そうこんなよ。じゃあ食卓に、うん、置いても大丈夫だ。さあ、じゃあデオフェンが出てくるの待とうか。それでよ。でもなかなかさっき食わなかったよね、2回目はね。友達呼びしてる。でよ。でよ、来ねえな。来ないんだよな。うまっ。さっき、どのぐらいだった？ 5分、10分ぐらい待ってた？いや、そんなに待ってなかった気するけどね、レッツさんは。で、その時早かったよね。あの時早かったもんね。俺はさっき、ブレーカーが落ちちゃってさ、入れに行ってる時に襲われたんだよね。でよ。でよ。でよまだでよこれなみんながいるからとか関係ないんだっけ。関係ない、これね、いなくても大丈夫らしいね、本当は。あ、なるほど。多分関係ないと思う。でよ、では出てきて。俺が持たなきゃダメだな。あー、かなー。そうね、そう、やっぱ職人の俺に任せて。やっぱレトルトさん見せ方ってあるからね。任せちゃっていいっすか。そう、任せ、ま、おー、すげえ。任しちゃうから、レトロさん。あー、すごい。そう、俺はこっから見える。すごい、こっから見えるから。香りが広がるようにね、うん、あー、なるほど。あー、香り広げて。うん、香りが今香りが広がってる。香り広がってるね。だいぶいい香りしてきたもん。しかも落とさずでしょ、クッキーを。落とさない。すごい技術だよ、これ。いや、これこれはうまそうだわ、確かに。うまそう。そろそろ来ていいんじゃないか、デオ。デオヘン、来てくれよ。これは来ていいよ。デオヘン。ねえ、ここ現場だしね、マジで。デオヘン、クッキー嫌いなのかな。俺のお皿持っとくか。あー、取り皿？意味な。で、貫通してるし。そっち行っちゃったらどうしよう。窓足あるじゃん、それも。あれ、現場こっちか？あ、関係ねえか。だってここでゴーストライターついてるわけだし。まあそうだよね、移動はしないよね。あ、大丈夫か。君らいるからじゃないの。あ、やっぱそうか。じゃあ俺は、あ、来た。
あ、出ちゃった、出ちゃった、あ、出ちゃった、あ、あ、あ、ガサ出てる、ずるい、ずるい、ずるい、俺ら回るって言ったのに、くそ、回るしかねー、回っても死ぬじゃねえか。今死んだな、誰か。よし、さ、帰りますか。今、よいしょ、よいしょ。あいつクッキー持ってもいいだろうし、確かに、しかも回り続けっすよ、今。じゃあ、キヨ、俺の画面からのキヨは突っ込んでった。デオ面に。回ってたのよ、俺は。あのね、俺もダミーの皿持ってたのが良かったんだろうね。そういうのね。今ね、持たざる者が死んだから。ただ、ガイさんちょっと、なんか早く逃げてさ、一人逃げましたよね、あれ。机の周り大丈夫って言って。なんか騙されたわ。いい絵が撮れたわ。人としてどうかなと。いや、俺は収めるべきだったからね、人が今はね、キヨが当たるシーンを収めたので、これは、これはもうあのね、大成功って、てれてれーって、人が死んでるんだぞ。さあ、帰りますか。人が死んでるんだぞ。人間みたいにやってる。死んでない死んでない。この頃から植物殺してたんだ。怖い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 。はい、じゃあ命に興味あったんだ ね、うん、ね。じゃあデオ編です。帰りましょう。オッケーですか。デオ編つけるわ。はい、オッケー。つけた。サンタあった？キヨ君。え、何？サンタあった？全然サンタじゃなかった。サンタじゃない。まあ、俺か、俺。全然サンタじゃなかった。いや、サンタ見えた見えた。俺映ってちゃんと映ってるから大丈夫だよ。人だったけど。ちゃんとサンタ帽子かぶってる。見たでしょ。見た。デオ編ブーム。伝ってた。デオ編。デオ編ふぐあーって言ってたわ今日デオ軽いなデオ編ワカンダの王と会うみたいな感じになったあーそんな感じだった入ったりおーデオ編ですねやったーデオ編今日デオ編2回か素晴らしい全部合ってんじゃんまあ、ね、特定してるから確かにノーミスじゃん確かにウシは死んでないねそうねうんはーいってことでチェックつかない死んだ人はチェックがつかないんで、俺あと1個残っちゃったけど、まあいいや、これやっとこうかな。はい、ということで、今回ね、ファズモフォビアのアップデートでございました。なんか、これ以外にも、レイスが塩を踏まなくなった、完全に踏まなくなったりとか、あの、雷獣が電気に影響を及ぼす範囲が15メートルに固定になったとかね、あとなんだっけな、バキギツネが半途中に姿を現したときにランダムで姿を変えるっていうね特徴もついたのでそう要はナイトメアのでの特徴変更が入ったみたいなんですけども多分ここのメンバーには関係ない話だと思うので興味ある風にリアクションしてたんだから今はぁはぁって興味ない感じですね。またでね、あの新しい、イベントが来たらやろうと思いますので、今回、今日のお仕事お疲れ様でした。はい。良いお年を。明日だもんね。ブギュンってエンドカード入ったり。ブギュンいいんだ、エンドカード維持しなくて。エンドカードオタクやめろ。